はい、ではですね、はい、コラボ第2弾として、今度はね、バックフットっていうのを取り入れてもらおうと思います。バックフット。まずは右利きなんで、この右足ありますよね。はい。これ溜めてちょっとサーブってもらっていいですか。自分の中で溜めて打ってみましょう。もう一球。わからん。わけですね。じゃあ、溜めるって結構抽象的ですよね。抽象的です。だから、溜めればいいんかなとかと思ってもらいます。わかりづらいと思うんで、ラケットの場合、このボールを持ってもらって、何でもいいんですけど、それを砲丸投げみたいに持ってもらっていいですか。ね、砲丸投げの時って、このまま、で自分を沈めます。地面踏んで。こう持って落とせます。右のお尻から落とす。で、そのまま上に上げてもらって。そしたら見ておいてください。イメージで言うと、こっから来たら、こうなんです。で、蹴って上にこうやって上げる。なるほど。これでやっていきます。はい、どうぞ。こうか？もうちょっと右のお尻が落ちそうですね。そうそうそう。で、蹴る。右足を蹴る。そうです、そうです。うまい。もう一回やってみましょう。めちゃくちゃ難しいじゃないですか。はい。でもそれがテニスのサーブのためるなんです。そう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 で上上げそうですそうですそうです。でそれをこれがための感覚で、じゃあ、はい、ラケット持って今のためで一回ちょっと打ってみます。難しいな。まあ打てなくていいんですけど、ためるイメージです。ためるイメージ。今のを取り入れる。そうそうそう。それと前回やった頭上打ちを合わせましょう。お、これはまず手の力じゃなくなったら OK です。なるほど。これが、まあ見といてください。めっちゃこう、右で、右が向いたら、こうやって、溜めて、で、離すの。したら、端だったら、こう、こういう感じ、こういう感じ。こっから、ここで、さっきの砲丸投げみたいにここでパワーをもらう。そう。で、あとはさっき頭上でやったみたいにこう打ってあげたらこういう形で強いサーブが打てますんで、結構ね、まあこれ応用ですけど、バッシュは最後ちょっと真似て打ってみましょう。もうミスしてもいいので、ダイナミックに打ってください。ダイナミック。はい。溜めるのが難しいですね、やっぱね、うん、沈めるっていうのは。あ、今のよかった、今のよかった、今のよかった。もう一度。お、それをね、だんだん繰り返していったら、今バーシーさんの場合こう手でこうやる傾向があるんですけど、体全体を使ってラケットを、ここにあるラケットをここに持ってくるっていうのができるんで、体全体でラケットをね移動させるっていうのがポイントになるので、ちょっとあなたもぜひこの感じ方を、ね、意識して練習してみてください。概要欄のテニス上達法もチェック。